皆様こんにちは。リビングライフの時間になりました。今日の聖書の箇所はヨナ書の4章1節から11節。すべての民を愛される父なる神の心というタイトルで今日はお話をします。ヨナ書4章1節から11節。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈って言った。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので唐ごまは枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願って言った。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐ごまのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐ごまを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。今日の聖書の箇所一節にこのようにあります。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。私はこの御言葉を読んだときに私の心が探られる思いがいたしました。私も実は非常に不愉快になることがございます。それは非常に些細なことで、日常生活の、家族と一緒にいるとき、仕事しているとき、車運転しているとき、ある瞬間何かが起こって不愉快になります。それは他者から何かを妨げられたり、自分の思う通りにことが進まなかったり、あるいは自分の、足らなさで忘れ物をしたとか、まあ、そういったことでも突然心が不愉快になるんです。で、そういう時につい文句を口から言ってしまうんですね。ヨナもどうやらそのようでございました。神様のご命令でヨナはタルシシュへ、ご命令に反してタルシシュへ逃れようとしたのですが、
やはりニネベに行けということでニネベに使わされて、そこで主の御言葉を語ったわけですが、ヨナが予測した通り、主はそのニネベの町を憐れまれて、彼らが悔い改めに至ってしまった。このニネベの町というのは、当時イスラエルを攻撃してきた、国のアッシリアの一つの町でしたから、敵の国が結局主によって滅ぼされることがなかったということで、がっかりしたのだと思います。ヨナの正義感もそこで感じるわけですけれど、私たちの中にも実はその正義感というものがあるんです。そしてそれが神様の正義でない場合は自分の正義なんです。私の場合も自分の生活を振り返りますと、自分の正義がいろんな不満の種になっていることがあります。思い通りにことが進まない、約束が守られなかった、ことが上手に進んでいかない理由も必ずあるはずで、また相手が約束を守れなかった理由もそこにあるはずなのに、それを知ろうとする努力をなくして、すぐに自分の思い、怒り、感情、そういったものが湧き上がってきてしまう。一つの出来事も立場を変えれば見方が変わります。考え方が変わります。それぞれに正義があって、それぞれに理由があるのですが、それをお互いが主張し合っていると本当の平和は生み出されない。私はこの地上に、教会に、家庭に平和が欲しいと思っていますが、実は私の中にある自分の正しさ、自分の義というものがそれを破壊しているんだということをこの聖書の箇所から教えられました。お互いの立場、意見の違い、それらを理解し合う、分かり合う、話し合う、そういったことが実は本当に大切なのではないかなと思います。そして何よりも主がどのように私に生きてほしいと思っているかということをもっともっと深く考えないといけないな。冷静になれば分かるのですが、とっさの時になかなかそのように行動できない自分がいます。まだまだ私も主によって変えられていかなければならない人間です。私がそのように思い通りにならないことを、いろんな出来事で自分の中の不愉快さを表に表していっている姿というのは、本当に主の前に醜いものだと思います。主が喜ばれない姿だと思います。私が自分の義を主の前に主張し続けているとするならば、それは、このヨナと同じようなものに主の目には映っているのではないか。主はそのことをヨナに教えるためにトウゴマを生やさせ、そしてそれを一日にして枯らしました。主はニネベも愛されました。同時にヨナも愛しています。人間の思う正しさが正しいのではなくて、主の正しさだけが正しいんだ、主のなさることが全て益なんだというふうに私たちが考えれるっていうのは非常に感謝のことです。ただそれは非常にまた難しいことなのですが、でも主は必ず気づきを与えてくださいます。皆さんが御言葉を読まれたときに、そのような気づきが与えられると嬉しいと思います。また私たちは御言葉を読むときに、私たちの内側に主からの気づきをいただくことができる、そのようにこれからもこの御言葉に向かっていきたいな、そう思わされました。自分の中にある主張を主の前に下ろす、十字架の身元に下ろすということ、
ここで気づかされましたので、そのようにこれから歩んでいきたい、もっと深い歩みに入ってまいりたいと願います。今日私はヨナを非常に不愉快にさせたという御言葉が私の心に強く印象付けられました。私の内側にもそのようなものがあると主が教えてくださったんです。私は自分の中に御言葉が命として入ってきたときに、自分の弱さや足らなさを教えると同時に、またその御言葉が私を変えてくださるということを信じます。ただしその御言葉に私が直面して、その御言葉の命に生き続けるならばです。今日皆様の中にどの言葉が主から印象付けられたでしょうか。私と同じ御言葉でなくても結構です。主があなたに語られたその御言葉を深く黙想して、そして主はなぜその言葉をくださったのかということを考えてみてください。その時にあなたの内側に変化が与えられます。私も変わりたいのです。主に喜ばれる器になりたいのです。私が主によって変えられると、私の家庭も平和になると信じます。私が自分の義を立てて、そして不愉快になるということは本当に愚かなことだと改めて思います。私はこのことに今日また改めて気づかされたので取り組んでいきます。皆様もそれぞれ御言葉に取り組んで、その命に生きていってくださったら幸いでございます。皆様の歩みが祝福されますように、最後にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。ヨナを通して私に主が語ってくださり、私の心を探ってくださったことを心から感謝します。主は私に、あなたはあなたの義を私の前に主張していないかということを問われました。主は、私はあなたに生かされているものであるのに、まるで自分が生きているかのごとくに、自分中心の思いにとらわれて、すぐさまそのような思いで反応しているということに改めて気づきが与えられました。主よ、あなたの十字架は私のこの弱さも担っていてくださることを覚えます。またこの番組をご覧になっているすべての方々が、あなたの御言葉に耳を傾け、またその御言葉が示され、御言葉を問いかけられていますが、お一人お一人がその御言葉の命に預かることができ、主の御言葉によって変えられ続けていくことができるように、日々主によって新たにされ、主と共に歩む人生にますます主の恵みと祝福が増し加えられますように心からお願いいたします。
主よ、どうぞすべての方々の上にあなたの祝福を、そして御言葉の命をいよいよ豊かに開いてくださり、キリストへ似るものと変えてくださって、主の栄光をこの地上に豊かに表してくださいますように、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。